エディゴエディゴ専用カラーの車両エディゴ続行便に運用された徳島バスの観光バス車両エディゴは徳島バスと各社が共同運行していた徳島発着の高速バスである。路線愛称のエディは英語で渦を意味し、ナルトの渦潮を表している。大阪府平方市方面の阿波平方号、広島県広島市方面阿波広島号なども 徳島バスでは、エディ号と称しているが、中でも、エディ号といえば、京浜急行バスと徳島バスが、共同運行していた東京徳島間の路線を指す、ことが多い。京急側でも、エディ号の名称を使用していたため、投稿目では、東京徳島線のみを扱う。夜行便であることから、 徳島バスが運行する他の高速バスと区別するため、ムーンライトエディ号と呼ばれていた。エディ号全般については、徳島バス高速バス路線のページを参照のこと。1989年7月14日、定期路線、エディ号として運行開始。鉄道での直行手段がない東京と徳島県を結ぶ路線として開設された。 定期路線としての運行に先立ち、1988年8月には2週間に、渡って帰省バスでの運行が行われた。これは、ツアーバス形式をとってはいるものの、運行期間は14日間と帰省バスとしては長めに、設定された上、両社で、確実交互で、夜行バスを運行するという、通常の夜行高速バスと同様の運行形態が、取られていた。 エディゴの愛称はこの時に採用されたものである。この時には1250人もの利用があり、同年の年末にも同様の運行形態で運行したところ、常時二大運行という状態になったことから、定期的に運行する路線バスとしての運行に踏み切ったものである。当路線の運行開始当初は、赤石海峡大橋が開通していなかったため、神戸市須磨区東浦長官は、 淡路ジフェリーボートを利用し、フェリーにバスごと乗せて、赤石海峡を渡るという珍しい方策をとっていた。赤石海峡大橋海通とともに、ルート変更され、フェリー構想はなくなった。なお、定期バスのフェリー構想は2017年現在、鹿屋市、コミュニティバスで行われている。過去には、徳島バス、阪神電気鉄道、南海電気鉄道が、 共同運行する徳島神戸三宮、梅田、南馬線が、本路線と同様に、赤市大橋開通前に淡路フェリーを利用して運行された。また、伊勢湾フェリーを利用する三重交通の、近鉄蕎麦駅中部国際空港管理無人バス、九州横断バス、有明号、島並ライナー三原線、ス尾ーダフェリーを利用する、別府湯理号の例が存在するが、 夜行高速バスのフェリー構想は、エディ号以外の事例は存在しない。京浜急行、徳島バスと淡路フェリーボートの契約により、バスが多少遅れても、優先的に乗船できた。また、各便1号車は専用乗船枠が用意されていた。フェリー航行中、乗客、乗務員は、車両を看板に入れないため客室に滞在した。このため、フェリー区間が、 深夜帯にかからないように配慮されたダイヤとなっていた。フェリー利用時代の運行時刻は次の通りとなっていた。当時は渋谷、東浦、七地は停車せず、一往復運行で徳島駅が奇襲店であった。ナルトムヤは現在の高速ナルト。五条防止のため先行する渋谷経由便をエディ1、後発の渋谷通過便をエディ2と案内することがあったが、 2009年11月の路線延長時から2019年9月30日まで、それぞれ、エディ1号、エディ2号という名称に変更されていた。渋谷マークシティ高速バス乗り場が共愛であるため、2019年9月30日運行分まで、渋谷系郵便のエディ1号は、通年一台運行であった。また、 一往復化された2019年10月1日以降も2号車以降の続行便は設定されなかった。渋谷マークシティ乗り入れ台数制限については夕日号でも見られる。独立3列シートでトイレ付きのスーパーハイデッカー車が運用されていた。京浜急行バスは三菱不走エアロクイーン、日野、セレガを使用。徳島バスはエアロクイーン、セレガを使用。 続行便で観光バス車両が運用されることがあり、その際は、運賃が若干割引されていた。膝掛け毛布、スリッパ、お茶、冷水、おしぼりのサービスがあった。京急便と徳島バス便で設備が若干異なり、京急便には、通路側フェースカーテンを増設した車両もあった。ありがとうございます。